真の宗神宮茶室は、三重県伊勢市の広大神宮にある茶室である。清月という名がついている。宇治橋を渡った左手、深縁北端の伊豆津川と神宮寺町に囲まれた、紅葉園と呼ばれた地に立っている。1974年から1983年まで、財団法人伊勢神宮数計会の会長を務めた、松下幸之助が、伊勢神宮の大宮寺から、 茶室の寄付を依頼され、戸惑ったものの、茶室の剣能を思い立ち、構想約10年を経過して実現した。松下幸之助の米寿と、松下電気産業グループの創業65周年を記念して、1983年3月に建設に着手300年たもち、 歴史的遺産となるものをという要望から、約2年間の後期と総工費約10億円をかけて1985年4月に完成した。新、京、僧の3棟から構成される。内空を訪れる品格の接待や剣茶式などで利用されるほか、伊勢神宮数計会の行事で、年3回早朝参拝、神楽の放納とともに、神宮茶室での定茶が行われる。また、 年2回行われる春、秋のカグラ祭期間中、茶庭からの外観と大腰掛け待ち合いが一般に無料公開されている。路地と草の胸、生月1985年4月11日の春行式には、神宮将宮寺系公員春、松下電気産業の社長であった、山下俊彦をはじめグループ関係者、佐藤家元会会長代理で、 浦線経営元代理の千宗幸、き、様子夫妻、伊勢市長の水谷三浦が出席、工事の完成に感謝して、玉串を奉納。茶室の目録が、神宮側に贈呈され、テープカットと、茶室、清月の除幕式が行われた。松下幸之助は生前、京都東山の松下の別邸、新洋のほか、 松下電気産業や松下整形塾など自身が関係した施設に茶室を建設。神宮以外にも日本全国各地に以下のような茶室を寄贈している。松下の名にちなみ、松の字が使われているところが多い。松下幸之助とお茶。松下資料館。2020年1月14日閲覧。特集、神宮茶室で和経静寂のひととき。 神宮会館数警戒。2014年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月2日閲覧。中村寺に寄付された茶室、小女庵、PHP 活動41、PHP 研究所。2020年1月14日閲覧。ありがとうございます。